こんにちは、小野田さん、そしてひろしさん、動画の方を送っていただきましてありがとうございました。結構ね、忙しい中、公園でなんか路上飲みしながらですか、送っていただいたと思いますけども、まあね、東京、ザ・東京って感じですね。東京、日本の縮図であり、そして日本の未来を占う都市かなと思います。まあ、まさにね、新橋から始まった飲み話が世界を動かしている、まあ、そんな思いも込めながらね、新橋で飲んでますっていうね、キーワードを送り続けるわけなんですけども、これからの時代のことをね、ちょっとお話しされたんで、私もね、いろいろと共感するものがありまして、やっぱりね、子供のことをいろいろ考えますよ。考えますけども、でも子供は子供の意思で生きていますから、私としてはね、最大限可能性を広げてあげることかなと。で、広げられなかった可能性は、もう勝手に自由にやれって話かなと思います。今まだ1歳半過ぎたあたりですけどもね、まだ2歳にはちょっと遠いんですけども、でもね、いつの間にか私も50を迎える年になり、一発に家庭ができてね、子供がっていう話です。こう見えても40歳までは借金もあって、全然恵まれないというかね、私は私の実力のなさと思い上がりでこうなっちゃったんですけどね、私の両親っていうのは特に貧乏ではなくて、普通の大手鉄工所サラリーマンを務めまして、で、私の母もね、専業主婦ということをしながらもアルバイトをしたりとかね、自分の教室をやったりとかして、まあ我が家は金銭的にはそんなに不自由はなかったですね。ただ私は自分の家が貧乏だっていうふうにちょっと勘違いしているところがあって、そこでね、社会的な齟齬を生んだところは結構多かったです。何を隠そう、私はね、40近くになるまでうちは貧乏だったんじゃないかなとずっと思ってたんですよね。でもそうではなくって、ものすごくね、節約はしたけども、使う時は使ったし、そんなケチケチもしてなかったということでね、やっぱ親の価値観と親の教育っていうのがしっかりあったわけなんですよね。でもそれを私はちょっと受け取りきれなかったと。私はこうグレることに憧れをね持ってしまって、10代の頃っていうのはうちにはグレる要素が何にもないなと思ったんですよ。だからグレたみたいな、ね、ところがありましたけどね。で、体もでかかったんで、まあまあ、なんですかね、暴れん坊ってほどじゃなかったんですけども、一定のこう支配力はあったかなというところでね、運動部にも入り幅を利かせ、でも、やばいバトルには参加せずみたいなね、ある意味日和見主義でやってきました。まあ、その中途半端さが社会に出て私をさらに中途半端に貶めて、会社経営者となった時でも全く収益の上がらない人生をね、過ごさせて、30代でなんとね、トータルで3000万以上の借金をこの10年間で作ったというそんなこともありました。途中警察のご厄介になって牢屋にぶち込まれることになったりとかね、するわけですけども、いやでもね、今振り返って思うのは、いろいろあったけども、まあ、どっかで帳尻が合うなっていうところもありますし、こうなろうと思った瞬間そうなれるっていうふうに、私はね、やっぱり自分の人生だけではなくて多くの方に当てはまることなんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で思考は現実化するのではないかなと思ってますし、いやいや思うだけではそうならないよっていう人は確かにそうなるんじゃないかなと思って、結局は逆説的ですけども、思いは現実化しちゃうんじゃないかなっていうところもあったりするわけですよね。まあ、この辺はね、私はね、結論を出すものではなかなかないと思いますけども、ただ言えることは、遠くに目標設定をしたらね、遥か遠くに目標設定をしたら、あまりそのことにはとらわれずに足元の一歩一歩を刻めばいいのかなと思うんですよ。私も40になって3年間で1億円稼げるなっていうふうに確信したのはセルフバックだったんですけども、じゃあ毎日のようにね、1億円を意識してやったのかって言ったらそうではないんですよ。借金を跳ねのけようと思ってやったわけでもなくて、目の前の作業がとにかくね、面白かったんですよね。できないことができるようになっていく日々の積み重ねが、まあ、だから、まあ、勉強って面白いなと思いましたね。インターネットの勉強とかね、国語算数理科社会も最近は結構面白いんですよ。というのが、30過ぎて私はね、毎年教科書を買って、高校の教科書、中学の教科書を買ってちょこちょこやるようになったんですけども、いや今だったら頭に結構入るんですよね。まあ、そういう中でいろんな例え話が歴史から引っ張ってこれたり、数学や物理の公式から持ってこれたりとかして、なかなかいいなと思ったり、まあ国語っていうのもね、いろんな語彙ですとか
昔のエピソードとかね、歴史とか古典から古文からもね引用することがあって、まあ、会話の幅とか思考の幅が広がったんじゃないかなと思ったりしますよね。だそうなってくるとたった一人でいても頭の中でそういったものと、まあ、一人授業するのがね割と面白かったりとか、自分が教員だったらどうだったかなとかね、うん、そんなことを想像しちゃったりとか、あの別の生き方を取ったらどうだったかなとか思っちゃったりしますね。まあけど今こうして私は情報ってものを扱うようになって、隠居ブランディングをしてもうすでに5年になるんですけども、やっぱり隠居というブランディングでも、まあ儲かるなとは思いますね、情報発信をしている以上。そして隠居っていうのはどんな暮らしをしているのか、まさに社会と関わっていないようで社会と関わっているというふうなねこともあります。じゃなければやっぱりね、ひろしさんとも出会えなかったと思いますしね、小野さんさんともこうやって未だにやり取りができているっていうことは非常にありがたいことなんですけども、まあ、それがなかっただろうなと思います、本当の意味で隠居してたら。だから隠居ですよって言ってアピールしてるわけですから立ちが悪いですよね。いや隠居なんだったら隠居しますぐらいも言わずにそっと消えるもんだろうというところでね、今はねあの関わる隠居みたいな感じですかね、多くと。はい、で大和くんのことなんですけどもね、私の意思なんてのは超えてもっともっと大きくなっていくだろうと思いますし、どちらかというとやっぱり父親の存在は男の子ですからね、どっかで邪魔になるだろうなと思います。同時に人生において一番邪魔な男、それが父親であってもいいのかなと、壁となって立ちはだかってあげるとかね、厄介な存在として敵になってあげるとか、そういったことに胸を貸す準備あるかなと。で金銭的には無限に援助できると思いますんで、大和くんの資産財産っていうのはおせっかいながらこっちでももう作ってるところかなというのもありますし、私の人生なんてのは何の参考にもなりませんけどね、でも大和君にとってはこのこれから過ごす世の中がね、扱いようによってはものすごくいいものになると思いますね。前回小野田さん広瀬さんが言われてたように、テクノロジーがどんなに進化していてもそれを使える人と使えない人が出てくるってことなんですよね。スマートフォンぐらいのものでしたら今ほとんどの方が使ってると思います。ただスマートフォンを使って出せる成果にはものすごい開きがありますよね。結局ここが効く人がテクノロジーを使ってそこから富を取り出し、ここが効かないとテクノロジーを使って自分のなけなしのものを全部吐き出してしまうってことにもなるんじゃないかなと思うんですよ。それを人はたまに詐欺だとかね、騙されたって言いますけども、そもそも入り口となる機会を持ったのは誰なんですかと、それをどう使ったんですか、そのクリックは誰がしたんですか、購入ボタンは誰が押したんですかっていうふうな、まあこれからはさらに自己責任論が当たり前のように前面に出てくるだろうなと思いますし、まあ、ある意味その自己責任っていうのは、しょうがないですよね。19、20歳ならしょうがないですけども、世の中に出て自分の足で生きていこう、自分で食っていこうって決めた以上、後ろからナイフで刺されることも覚悟の上でこの世の中ってのはできてますから、私は必ずしも詐欺を奨励するわけではないですけども、詐欺はなくならないし、ビジネス上の誤解はなくならないし、誰かが結局は資本主義の社会では貧乏くじを引くことが前提なんですよね。だからより頭を鍛えて信頼できる人とつながり助け合っていくってことが、まさに愛情が必要になってきます。人に何かをしようと思ってそれをしている人っていうのは一定の愛情があると思いますし、そうならなかった時の反動もあると思うんですよ。でも恐れずにやっぱりね、私たちは挑戦していかなくてはならない、それが次の時代に見せる背中かなと思いますよね。特に私たちは昭和世代ですからね、昭和に思い描いた夢随分今変わっちゃいました。商店街もなくなったし、なんか街のにぎわいも思ってたのと違いますよね。まさにね、帰ってきたら一升瓶みたいな時代から今は缶ビールで路上飲みですよ。お酒の種類もたくさんある。でなんかね、なんとか事態宣言っていうのも出ちゃったりするけども茶番になっていると、なんかよくわからない状況でオリンピック盛り上がってないのかどうなのかわからないと、様々ありますけどね。まあぼちぼち雑談になってきましたんでこの辺にさせていただこうかと思いますけども、
まあ振り返るとね、愚痴ることは多くなっちゃいますんで、そこはちょっと辛抱してお願いしますね。まあまだ焼肉いっぱい食べれるような胃の丈夫さはありますんで、その時は、まあ、私はお酒飲まないかもしれませんけどもね、こうブドウジュースで楽しみたいなと思います。ひろしさん、ありがとうございます。小野沢さんもお疲れ様です。それでは。